ディッピングソナー。ディッピングソナーは紹介ヘリコプター、または対戦飛行艇に搭載されている吊り貸式ソナー。ディッピングソナーは、いわば、アン、s q s 5 6などの艦艇搭載ソナーを小型化してヘリコプターに搭載したものと言える。ヘリコプターに搭載したことにより、艦艇よりもはるかに迅速に進出し、また位置を転換できるようになったほか、 可変振度ソナーとしての要素もあることから、変音層の下の目標に対しても有効である。艦隊に近接した位置、30階里以内での対、潜水艦船、いわゆるインナーゾーンプロテクトにおいては、艦艇自身が発する雑音が大きいため、その部位や、戦術エコーソナーによって、敵の音に耳を傾けるというパッシブ戦術は、不敵である。この状況では、 リッピングソナーを装備したヘリコプター3機による包囲戦術が最も過的な対潜水艦戦術と言われており、このことからリッピングソナーは特に近距離で潜水艦を追跡するために有効であり、アメリカ海軍では空母搭載の艦上哨戒ヘリコプターにおいて潜水艦追跡の主力捜索機材とされている。リッピングソナーは小型軽量であるため実用探知距離は 約2回り程度と比較的小さいが、ヘリコプターの機動性はその端緒をカバーすることができ、さらに海中の LD、海中の温度境界層内部も捜索できるため、精度の高い捜索追尾能力を持つ。ティッピングソナー仕様の第一には、ヘリコプターの機動力を活かして、次々に捜索エリア拡大していき、音波の直接伝波域、ダイレクトパス内部の潜水艦捜索をすることである。 先進度では海峡により、サーフェイスダクト、海面反射電波を利用して、艦艇襲撃を伺う潜水艦に、潜望鏡深度への浮上を断念させることができる。また、紹介ヘリコプターは、ソナー捜索中に、レーダー、赤外線探知機、目視捜索を併用して、海面制圧を実施し、潜望鏡の使用を封殺している。敵潜水艦らしい目標を捕捉したならば、 直ちに MK46 単魚雷、または水中発音弾を投下する。この攻撃により、敵潜水艦は回避行動や疑問行動を取らねばならず、これにより実目標であるか、移ろ求むであるかを区別することができる。敵潜水艦総当時には、ソナーアり過震度を深く下げ、新深,深度先行により逃れようとする潜水艦を探知して撃滅する。 ティッピングソナーによる捜索を受けた潜水艦は、深深度静粛線法で距離を取りつつ、ティッピングソナーの発信間隔を計測し、期探地距離を逆算している。潜水艦はソナーに対し最も音響反射面積の小さい完備を向け、逃走を図る。目標の識別には2段階ある。まず水中物体からの反響音、エコーに含まれるドップラー効果を認識し、 その反響音が安定した鉱石を描いていれば、水中移動物体、潜水艦、魚群、クジラ、水海と判断する。次に、この目標の鉱石を監視すると同時に、水中移動物体に対して、数種類のパルス幅の単振音を当げて,てその特徴を分析し、潜水艦型の水中物体であるかを判定する。マイナス回ソナーの場合、発信パルスには、 距離分解能5メートル、50メートル、150メートルの3種類がプリセットされており、ソナーインは発信パルスを適宜変更し、探知中の目標が潜水艦のデータと一致すれば、目標を潜水艦と判断する。このパルス幅による目標識別には、耳でエコーを聞き分けると同時に、IK は日本先日コンピューターを介して選んだ画像情報によって行う。 目標画像累積識別、単身履歴も重要な目標判定要素となる。ソナーの使用深度は、水深15メートル維新でなければならず、15メートルより、浅いと磁気の騒音により、探知能力が著しく低下する。水深50メートル維新になると、磁気の騒音の影響は、ほぼ完全に消滅する。ただし機内では、ソナーインが激しい機内騒音と戦いながら、 ソナー捜索を行っている。現用のディッピングソナーは1970年代にアメリカで開発されたアクス -13 回が主流でアメリカ海軍の SH-60 回関西ヘリコプターに搭載されている。捜索については単身音を発信するアクティブモードと超音のみのパッシブモードがある。ディッピングソナーの超音機能は 10khz の高周波仕様であるため探知距離が短く周波数分解能も低いため超音探知、超音識別はあまり期待できない。先進度で発信する場合、操縦破棄の外周に気泡が生じるため、水深 40m 以深から最大出力発信が可能になる。操縦破棄内部は暇し湯で満たされており、これにより発信素子となるセラミックと海水との 音響的接続を良好にしている。鑑定用ソナーは低周波であるため、より粘性の低い加圧した真水で海水との音響的接続を図っている。ソナー表面については常に正常な状態に保つ必要がある。これは部分的な汚れがホットスポットと呼ばれる部分的キャビテーションの原因となるからである。ィッピングソナーの釣り下速度については、 釣り下中も良好な探知を得るため、釣り下速度が10キロトン、ノットを超えない範囲が保たれる。これは、ソナーと海水との摩擦が10キロトンを超えると、ソナー表面の海水の乱流により、音響的な境界層が発生し、急激に海水との音響的接続が低下するからで、ある。戦争映画等では、爆発音を調知した場合、強烈な音圧により、 聴覚を奪われるシーンが見られるが、実際は AGC 機能により、一定以上の音圧は減衰させて、スピーカーに伝達するので、オペレーターの聴覚が奪われることはない。また、潜水艦が350ヤード以内の近距離に存在する場合は、TVG 機能により、探知できないこともある。ィッピングソナーによる捜索に対して、潜水艦は様々な手段で探知。 追跡を逃れようとするため、以下のような対抗手段が講じられる。また、撃沈を目指す状況であれば、疑わしい反響に対して、魚雷攻撃を加え、回避行動やデコイ、雑音による妨害装置の射出で、潜水艦を見分けることもできる。リッピングソナーは、ソナーケーブルを常に垂直に、吊り下する必要があるため、自動操縦装置とソナーケーブルの角度センサーを、 同調させている。この自動操縦技術の開発にアメリカは大きな時間を費やした。ソビエトではホバリング制度向上のため二重反転ローターのカ -27 シリーズを開発した。ソナーケーブルを垂直に保てない場合はヘリがソナーを牽引した状態に陥り、ソナーは海面で波に激しく叩かれることになる。この場合は巻き上げウィンチを使用せず、 機体そのものを垂直上昇させ、空中でソナーケーブルのフれが収まった後にソナーを巻き上げる。これをフリーストリームリカバリーという。湾岸戦争でアメリカ海軍はイラク軍の機雷により、タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦と強襲揚陸艦を核一石大破という大損害を出した。このため、大気雷戦への脅威が問題視されてきており、リッピングソナーの高守派。 高精度化によって、嫌いの探知及び、鎮座中の潜水艦の精密解析が研究されている。現用のサイドスキャンソナーは沈没船の一極限に威力を発揮しているが、ヘリコプターでの栄光によりさらに攻撃を高速掃海できるようアメリカ海軍を中心として開発が進んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。